ミュンヘン東駅ミュンヘン東駅俯瞰ミュンヘン東駅構内ミュンヘン東駅はドイツ・バイエルン州の州都ミュンヘンにある鉄道駅であるミュンヘン東駅は1871年にノヨッティング・ミュールドルフとローゼンハイムを結ぶ鉄道の駅として開業した当初はハイドハウゼン駅という名称で建設され開業している ミュンヘン東駅は17番線で構成され、1から5番線が S 番、6から8番線と11から14番線は、地域列車や地域間列車が、9、10番線、15番線は通過線として使用されている。16、17番線はカートレイン用のホームとして使われている。主要な長距離路線として、インターシティやユーロシティ、アイス、 レールジェットのインスブルックやザルツブルク、ウィーンなどのオーストリア方面やイタリア、南東ヨーロッパ方面の列車が運行されている。ベルリンやハンブルク方面への CNL も発着している。キームガウ地方やバイエルン東部方面への地域列車も多く発着する。ミュンヘン S バーンの利便性向上のためのプロジェクト、特ト途ト10によってミュンヘン東駅の S バーンも一新されている。 都心部を貫く地下トンネルの終端に位置しているため、S20、S27、A ラインを除く系統は当駅を経由する。S1 と S7 の系統は4番線、5番線を周期点としている。1988年より、u 効系統が当駅に乗り入れている。ありがとうございます。